皆さんこんにちは、遠方ディズニーファンの青山里奈です。今日は遠方ディズニーファン必須ディズニーホテル選びについてお話ししたいと思います。遠方からディズニーランドに行くとき、日帰りはなかなか難しいと思います。そこでホテルに泊まることが必須になってくるかと思います。ディズニーランド初心者さん、初めて行く方はどこのホテルを選んだらいいかなって思うと思うので、今日はちょっとその辺のホテル選びについてお話ししたいなと思います。どこのホテルがいいかよくわからない人はまずこんなことをするかと思います。ネットでホテルおすすめなんかで検索していくんじゃないかなって思うんですが、ホテルをおすすめで検索するのは圧ではないんですが、みんなのおすすめだけだとそれぞれの何を重視したいかっていうことが明確ではないので、自分に合っているかどうかがちょっとわからないかなって思います。そこでまずそれぞれのホテルの違いを知っていくことから始めます。まずディズニーホテルはどんなホテルがあるかというと、大きく分けて4つのホテルがあります。ディズニー公式のディズニーホテル、これがデラックスタイプ3ホテルとバリュータイプ1ホテルの4ホテルあります。それとディズニーオフィシャルホテル、これが6ホテルあります。そしてディズニーパートナーホテル、これが4ホテルあります。そしてグッドネイバーホテル、これが12ホテルあります。定期外のホテルもあると思うし、このグッドネイバーホテルに関しては、東京観光とか他の目的を合わせていく方とかには結構おすすめです。ちょっとディズニーランドからは離れちゃうし、シャトルバスも出てるんですが予約が必要だったり定員が決まってたりするので、こちらはディズニーランド重視の方にはおすすめしません。そして私はグッドネイバーホテルには泊まったことがないので、ちょっと今回はこのお話はしません。今回おすすめするのはディズニーホテル、ディズニーオフィシャルホテル、パートナーホテルのこの3タイプのホテルについてお話ししたいと思います。まず、比較的費用が抑えられるホテルはディズニーパートナーホテル、そしてセレブレーションホテル、これはディズニーホテルのバリュータイプのホテルです。このタイプのホテルは比較的安く泊まれるホテルです。そしてその次にオフィシャルホテルがあって、値段が一番高いかなと思うのはディズニーホテルになります。で、ディズニーホテルの中でもちょっと値段の差があって、バリュホテルのセレブレーションホテル、アンバサダーホテル、ディズニーランドホテル、ホテルミラコスタ、ミラコスタがなんせ料金も高いし予約もかなり取りにくいホテルになります。大人気ホテル。それではディズニーホテル、オフィシャルホテル、パートナーホテルにはどんなサービスがあるかと言いますと、まずホテル内でパークのチケットを買うことができます。そしてディズニーホテルでは通常2日間以上のパスポートを購入すると、2日目からは両パーク行き来できたりするチケットがあるんですが、ディズニーホテルに関してはそれが初日から行き来できる特別なチケットを販売しています。そしてディズニーホテルに泊まると混んでる時でも必ず入園できる入園保証がついてきます。ディズニーランドはすごい混んでる時は入園に規制がかかっちゃって行ったけど入れないということがあります。でもディズニー定期ホテルに泊まった方は入園保証がついているので、必ずディズニーランドで遊ぶことができます。安心の保証ですね。それからディズニーランドからちょっと離れているホテルとかもあるんですが、全て移動がシャトルバスやモノレールなんか無料でついてくるので安心して行くことができます。移動には不便はありません。それからホテル内でパークの情報なんかを得ることができます。その日の開園時間だったりショーの時間だったり、そういうのをホテルで情報ゲットできます。それからディズニーのお土産やグッズが買えるディズニーファンタジーがホテル内に併設されています。ディズニーホテルデラックスタイプに関しては限定グッズなんか持ってるので、そこに泊まった記念に限定グッズをお買い求めいただけます。
それからディズニーランドに向かいますよね。そしたら荷物を持って中で遊ぶわけにはいかないじゃないですか。で、その荷物をホテルに配送してくれるサービスもあります。ディズニーホテルとオフィシャルホテルに関しては舞浜駅前ウェルカムセンターでお荷物を預かって各ホテルに無料にお届けしてくれます。パートナーホテルに関してはそのディズニーランドのちょっと手前にあるボンボヤージュというお土産屋さんがあって、そこで荷物を預かってお届けしてくれるんですが、こちらは有料になっています。1つの荷物につき400円かかります。ここからはディズニーホテルだけの特典をご紹介します。まずハッピーフィフティエントリーという一足早くパークへ入園できる特典があります。15分前に指定のエリアまでなんですが、一足先にパークに入ることができます。ディズニーホテルは内装がキャラクターをモチーフにしていてとっても可愛いです。オフィシャルホテルやパートナーホテルは提携してるホテルなんですが、ディズニーのホテルではなくて普通のホテルがディズニーと提携してるっていう形なんですね。だけどディズニーホテルに関してはディズニーの公式のホテルなので、内装なんかもすごくディズニーのキャラクターをモチーフにした内装になっていたり、あとアメニティグッズなんかもミッキーのデザインになっていたりとか、すごくパークの延長を楽しめるようなホテルになっています。そしてディズニーホテルではディズニーチャンネルが無料で視聴することができます。それからディズニーホテルではスーベニアメダルを購入することができます。こちらも行った記念にお買い求めになるといいかなと思います。それから最後にディズニーホテルのデラックスタイプだけの特典、これはパークでお買い物をしたものを無料でホテルへお届けしてくれるサービスがあります。お土産なんかをパークで買ってそれ持って歩くのってすごく大変だし、夜の時間にお土産屋さんすごく混んでるんですね。そこでこのサービスを利用すると無料でホテルまで届けてくれるので、そのまま手ぶらで遊ぶことができます。これがね、私は一番お気に入りの特典なんですが、まあなんせディズニーホテルはちょっとお高いのでなかなか泊まれないんですけど、泊まった際には必ずこのサービス利用していただけると便利かなと思います。そしてディズニーランドではプライオリティシーティングというシステムを導入しているレストランが何店舗かあります。ディズニーホテル内のレストランでも使えるんですが、これは事前予約になります。使えないレストランもパークの中にはあるんですが、公式のオンライン予約購入センターかディズニーリゾート総合予約センターのどちらかで予約すると、チェックインの1ヶ月前から予約をすることが可能になるんですね。みんなはレストランを予約したら1ヶ月前から予約ができるんですが、例えば5月1日にチェックインして5月2日にレストランを利用する場合、一般ですと5月2日の1ヶ月前なので4月2日から予約が可能なんですが、5月1日にチェックインを予約しているお客様は4月1日から予約が可能なんです。その1日早いっていうことで予約がかなり取りやすくなります。それとこれが一番重要なんですが、シェフミッキーに関しては予約がホテルの予約成立後からシェフミッキーの予約が可能になります。これはもうかなり早く、5ヶ月前からホテルは予約できるんですね。で、バケーションパッケージというショーを見たりファストパスがついてきたりとかいう特典のついているプランがあって、それを予約すると6ヶ月前から予約可能になります。もうシェフミッキーの予約は本当に困難なので、これはぜひ使ってもらえると便利かなと思います。そしてね、アンバサダーホテルに泊まるとシェフミッキーのブレックファストが利用できます。これはアンバサダーホテルに泊まった人限定のサービスなので、一般のお客さん、利用してないお客さんは朝ブレックファストを利用することができないので、アンバサダーホテルに泊まった方はぜひこちらも利用してみるといいかなと思います。私もディズニーランドのホテルは何か所か行ったことがあるんですが、まずこの大きな
4タイプのくくりを理解して、この特典の違いを理解して、あとご予算なんかも考慮して、どこのホテルを選んだらいいかを決めることが一番重要になってくるかなと思います。確かにオフィシャルホテル、ロックホテル、パートナーホテル、4ホテルっていろいろホテルあるんですが、その細かい区分はいろいろネットなんかで調べてもいいかなと思うんですが、この大きな特典の違いだけはしっかり頭に入れてから自分に合ったホテルを選ぶのがベストかなと思います。私は初めてお泊まりディズニーをした時に、何もサービスを知らないままミラーコスタに泊まってしまって、この特典を十分に生かしきれず、なんか無駄な宿泊をしてしまったなという経験があるので、ちゃんと自分が受けられるサービスをしっかり理解して泊まるっていうことがディズニーランドをもっと楽しむ秘訣かなと思います。ディズニーホテルだけではなくて、パークの中のレストランやグッズなんかもいろいろ調べていくともっと楽しめるかなと思うので、ディズニーランドに行く際はぜひ下調べをよくしてから楽しんできてください。それでは皆さん、ディズニー旅行 100% 楽しんできてください。いってらっしゃい。It's time I stand up for